皆さんこんにちは、猫ニラでございます。例によってね、じっくり開けていくんですけど、まあ、またお伝えしますけど、ロイス、サリナス、コケの順番に出てるんですよ。だちょっとよくわかんないんですよね。まあでも今回は確か1枚あると思います。1クレ目からいきましょう。ネグレド、はい、ネグレド、エアバトラー。2クレ目、サバト、うん、飛び出しを封じる動き、いいですね。でもね、ヒートマップも高いし、ラミみたいになれるか。3クレ目、お、クワドラード、サイドのマジシャン、この2枚目ですね。4クレ目、あっ、えっ、あっ、2枚目降臨しました。もう何かぶり始めるの、もうかぶり始める、私。なるほど、クルトワさん、この間出たばっかり、フランデレンの獅子、はいはい、こんにちは。5クレ目かな、ジル、攻撃の攻勢の衝動、ジルが85っていうのもちょっとよくわかんねえよな。6クレ目、カズミロ、お、いいよ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 、これはどんどん出て、絶対これは絶対高くなるから、はい。7クレ目ですね、カジェホン、高速ドリブル、はい。8クレ目、マキノ、わっ、出上がったな、マキノ、この野郎。東京でね、プレー中にね、この人がね、武藤にスライディングしてイエローカードもらって、で、カジにスライディングしてイエローカードもらって、レッドカードで退場してましたけど、写真撮りたかったんですけど間に合いませんでした。クリシー、カウンタークロス多いな、本当にクロスが。ラスト10クレ目、クルーゼ、マックスクルーゼ、これいい選手ですよね、いい選手なんですよ本当に。ちょっと皆さん知らないでしょ、知ってる、クルーゼ、ボルスブルグですけど、あ、ボルスブルグだっけ、今すごくいい選手、多分知らないだろうな、ダブシのこの若い子たちは。はい、というわけで、まあ今回はまたクルトワが被っちゃいました。で、マキのね、これまあ個人的にはあんまり浦和の方なんで好みではないですけど、ほら KP もいいし、数値もいいし、ちょっとありえるんですよ、この人の出世が。もしかしたらワンチャンテンプレ化するっていう噂もある、マキノ、まあ、引けたんでよかったです。カズミネも引けたしね。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。